それでは早速ですね、ご来場のお客様に一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。私は本当にこの原作が大好きで、今回この映画化に関わることができて本当に誇りに思っていて、嬉しいなという気持ちでいっぱいです。なんか心のこう底の底の底の本当にすごい奥の方がこうなんか、刺激されたというか揺さぶられたというか、なんか、震えたという感じで。そうですね、まあ、ちっちゃい頃から仲がいいっていう設定だったんですけど、やっぱりすごい緊張してて、でもなんか撮影を重ねるにつれて、はい、すごくなんか二人にも助けられたような気がします。はい、僕今回あの撮影は深津さんと、主にですけど深津さんと犬です。そうですよね、はい、なので特にこう女性ばっかの現場にいる感じではなかったんですけど、私はバレリーナになりたくて、そうなんです、幼稚園の頃からバレエの方をずっと習っていて、はい、でちょっとなってみたかったんですけれども、ええ、特に子供の頃こう何になりたいとかあんまりなくて今かよく考えたらとにかく大人になりたいなというふうにずっと思ってた記憶があったので、それを書いてしまいました。はい、はい。